バムラバンク風セットとは、スウェーデンの梅尾にある昔の銀行の建物である。この建物は1877年に建てられた、ネオルネッサンス建築の黄色い石造りの2階建ての建物で、角が丸いので、バターの小皿という愛称で呼ばれている。建物は、テグス橋の北の北部ノールランドコース裁判所の、近くのストール通りの34番地にある。 ガムラバンク風セットは1877年に市民技術軍団の VVK のアクセルシーアデルバーリが設計した典型的なルネッサンス様式の石造りの建物である。シーアデルバーリは当時の市の技術顧問だった。建物は2階建てで黄色く塗られている。当初1階は銀行の広間や事務所で2階には銀行の管理職がいた。 また2階には6つの部屋がある、大きなアパートと独身用の部屋があった。ガムラバンク風セットは、ベステルボッテン個人銀行の最初の建物だった。1888年に梅尾の大化が起き、銀行は、中心街のより良い立地に新しい建物を作るか、どうか検討した。結局、銀行は1894年に、視聴者公園の東のハンドルス番圏にある新しい、 建物に移転し、カムラバンク風セットは住居として使われるようになった。また、この建物は長年にわたって様々な商売に使われており、1936から1946年の間はベステルボッテンミュージアムの売店として使われ、1935から1954年の間は埋め、推し図書館としても使われた。この建物は1980年に、 歴史的建造物に指定され、現在は地元の電力会社の梅を NFE が所有している。この建物は1992年に増改築が行われた。AB、スモラス県。ベスター・ボーテンス・ミュージアム。2013年1月12日、閲覧。ダルバーグ、ジャンニケ、スモラス県・インテ、バラティル・スモガソン。2013年1月12日、閲覧。エリクソン。 カリン、ハスメドヒストリアアイメイヨ。ベスターボーテン1974、4、229、イシュン0346から4938、ゴンラ・バンクフセット、スモーラスケン。クリングラ、リッコサンテク・ベリン・バテッド、2014年4月30日、閲覧。クルトゥア・バイク・グネイダー。メイヨ・エナージー、2014年4月30日、閲覧。ありがとうございます。